はい、今日陽介さんサングラス忘れたんでモザイクをかけてますけど、レモンサワーと陽介さんウーロンハイということで乾杯。おいしい。ウーロンです。うん、はい、早速来ました、ダブルカルビ。こっちはなんかハラミとかいろいろあります。じゃあね、早速食べていきましょう。生では食べれませんよ。焼かないとね、しっかり。果たして焼けるの？うん、焼けぬ。じゃあやってみますか、早速。ここに割り箸とか入ってて。あ、そうだ、そうだよね、俺箸がないと思ったんだよ。おしぼり、爪楊枝とかも入ってます。キムチすごい量だな。スープもついてる。いただきます。ご飯大盛りにしたんで、ご飯から食べる。うまいね、ご飯。早速焼いてますね。火弱くない？弱いね。うん、じゃあ自分もちょっと。すごいジュージュー言ってるよ。だから強いんじゃねえの？めっちゃ強いもん、マックス。爆発しちゃうかな。楽しいね、こういうのもね。肉がまだ少々時間がかかりますので、先にご飯をいただきます。せっかくキムチがついてるということなんで、キムチ一緒に食べようかな。二人で焼肉なんて初めて。で、また焦げちゃうパターンで。うまっ。いや、これやばくない？大丈夫？焦げない？あ、キムチ辛い。やばい。わ、これはもう一緒。もういい。で、こっちもちょいもうちょいやって。いい。これまだじゃん、ほら。これもうちょっと強くした方がいいな、俺。マックスだよ。なんでマックスやるんだよ。マックス大好き。どうすか、お味。ご飯うまい。キムチなんて久しぶりに食べた。やばいやばいやばい。どのぐらいやればいいか加減がわからん。もういいんじゃない。もういいんじゃない、焦げてる。でも赤いよ。いいよ、大丈夫。こういうところ大丈夫だよ。やだよ、焦がすんだよ。なんで焦がすんだよ。なんでだよ。じゃあちょっと焼けましたんでいただきたいと思います。見えないな。ちょっと焦がしすぎましたね。いただきます。うん、うまいよ。やばい、なんかちょうどお腹すいたからね。いいでしょ、ゆっくり食べよう。まだ時間も全然あるか。まだ4時、まだ4時半。あ、そうだ、あとで何食べるのかな。ほんと合うね。マジでうまいわ。ディズニーで焼肉とかないのかな。ああ、ありそう。ねえよ。ミッキーを焼いちゃう。やめろ。焼きネズミ。あとこれお茶かと思ったらわかめスープ。じゃあ後で2人前だから100グラムでも食べる。ん？ホルモン、ホルモン。ホルモン食べよう。なんかペロッといけそう。脂っこくない。うん。あ、一回だけさ、横浜のところ美味しい焼肉屋さんがあるの。横浜？そう。マジで？広尻町のところ。へえ。うまいな。うまい。そこはホルモンが美味しい。ホルモン？うん。
早く行かないとダメだけど。今から行く？行っちゃう。行ってきます。硬っ。もうちょっと焼いちゃおう。やばい、マックス。やばい、ちょっと俺、ちょっとぐらいね。本当にうまい、生きててよかった。さあ、どうぞ。おぉ、うん、じゃなくて、追加してよ、追加してよ。おぉ、美味しそう。結構焼けてんな。おぉ、ジュジュジュ。くっついちゃった。丸焦げ。丸焦げだ。焦げ用になっちゃった。っていうか今、肉に火ついてる。怖っ。このぐらい焦がさないとやっぱね。あなた焦がすタイプなの？焦がすタイプ。あなたの名前言ってダメか。焦がして灰にしてた。もう焼けてんだ。焼けてるよ。これはもう焦げすぎてる。最高だよ。カーニバルだよ。焦がしすぎちゃったよ。タレつけた方が美味しい。何頼む後で。え？何？ん？ホルモン。ホルモン。さっきから。カットチェック。意外とお腹いっぱいになるわ。なんか俺全然酒進まん。レモンサワーうまい。うまいよ。俺レモンサワー大好き。ワンも。でも焼肉をさ、こんな簡単に食べるってないよね。今まで。いいねこのなんか。この空間なんか勉強机みたいな。金八先生来んの？次何度行く？結局さ、一番好きなアトラクション何？え？ディズニーシーで。何？やっぱソアリンじゃない？マジで？こないだ初めて乗って一番好きになったの。好きになってない。なんだよ。どういう意味よ。え？好きなアトラクションどれ？ソアリン。いや別に好きにはなって。何なんだよ。乗り物の中で一番いいなと思ったのがソアリン。感動したの？感動した。うわすげえ。空飛んでるとうん。タルトルだけ。他は何がいい？何がいいんだ。レイジングってどうなの乗って？あれだったらコスモワールド乗るかな。やめろお前。唐突なコスモワールド出すな。やっぱ第2位はあれじゃない？インディーじゃない。やっぱそうか。そんな低いんだ。センターってこと？センター料理。え？料理。マジで？うん、やっぱ3位はあれじゃない？アクアトピア。意外。夏バージョン。何なんだちょっと。なんでミッション濡れじゃないと受け付けないの？受け入れないんで。はい、今ね、だいぶ食べてあれだったんですけど、お腹いっぱいになってきたと思ったんですけどね。もうちょっと食べようと思ってて。ホルモン？そう、牛ホルモン。牛じゃなくない？あ、牛ホルモンなんだ。そうだよ。え、牛ホルモンで肉が？じゃあこれを食べます。じゃあね、ホルモン最後に食べて締めたいと思います。結構焼けてるね。塩だからタレはいらないか。美味しい。もう食べてるけど。うまい。うまい。ホルモンだなって。そりゃね。ご飯また大盛りで追加で。ちょっとこれは火が強いか。うん。あ、ホルモンってあんま食べないけどこんな感じなんだ。うん、俺大盛りのご飯やばいな。2杯も食ったの初めて。あんたがおかしいな。すごいな。大体みんなホルモンなんだよ。だいぶいい感じだね。もういいね。これが最後。もうまだだな。やっぱご飯は多いな。
はい、ということでこんな感じで終わりまーす。陽介さんどうでした？何が？味は最高。また来たいですか？はい、ということでね、結構食べましたね、はい、ということで、はい、今日の動画はこちらで終わりたいと思います。